今日から使える簡単血糖データ、血糖データ備忘録、大阪杯徹底討論のお時間がやってまいりました。先週の高松の宮記念ではですね、ナランフレグを推奨させていただきまして、たくさんのお礼のメッセージもいただいたわけなんですが、昨日の推奨馬、4頭ですね、すべて、馬券圏外に沈むという、ちょっと最悪な結果に終わってしまいまして、なんとかですね、汚名返上するべく、カッサさんのお力も借りて、大阪杯の考察をですね、進めてまいりたいと思いますので、ぜひ最後まで、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、それでは、今週もカッサさんをお迎えしまして大阪杯の考察を行っていきたいと思います。今週もカッサさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。先週ですね、高松の宮記念では、カッサさんが、ナランフレグ一着だった、ナランフレグ推奨していただきまして、もう一頭推奨したトラベスーラも4着ということで、なんかワイドを買ってたみたいでちょっと残念だった感じなんですけども、マサさんもね、ナランフレグ推奨してたんでね。そうですね。はい。まあ、その他全然ダメだったんで、ちょっと、もったいなかったなと思うんですけど。ナランフレグが勝ったということで、まあ、実際にナランフレグ買ってましたと、お礼のメッセージもいくつかいただきましたので、世のため、人のためにはなったかなと思いますので、まあ、今週の大阪杯もですね、きっちり、当てていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の大阪杯ですね、もう完全にちょっと二強ムードとなっていまして、エフフォーリアとジャックドールがそれぞれ二強を分け合う形になっているんですけども、まずちょっと穴っぽいところの推奨馬上げる前にこの2頭について触れておきたいと思うんですけど、まず一番人気、現在単勝1倍台の人気を集めてますエフフォーリアについて、カッサさん、エフフォーリアどう扱いましょうか？そうですね、この馬実際ね、現役最強馬っていうところで、まあ、ここもねもちろん買わなきゃいけない存在だとは思うんですが、ちょっとね状態が今一つというか、なかなか上がってこないっていうところを聞いてまして、ちょっと心配かなと、そこが懸念要素かなと思っております。マッサさんいかがでしょう？そうですね、まあ明け4歳初戦にもなりますし、まあ重箱の罪をつつくならその状態のところかなっていうところはあるんですけどもそうですね、まあ弱点の少ないタイプの馬かなっていうのはあるので、まあ、明らかにさっきカッサさんもおっしゃってた通り、もう今現役ナンバーワンの馬なんでね、そこはちょっと敬意を表さなきゃいけないなと思いつつ、ちょっとやっぱり、ちょっと後で述べさせていただくんですけど、このコース設定ではジャックドールに分があるのかなとも思ってますし、追い切りなんかを見るとちょっとコンディション面も今一つかなと思うので、まあ、馬券圏外に飛ぶことはちょっと考えづらいかなと思うんですけど、まあ、取りこぼす方に今回かけたいかなとは思っています。ありがとうございます。だいたい同じですかね、意見としましては。そうですね、わかりました。じゃあエフフォーリアについてはちょっと取りこぼす方にかけたいかなってところですが、はい、2番人気のジャックドール、こちらについてはどうでしょうか？そうですね、もうこの馬やっぱり前に行けるっていう強みがあって、まあ、自分でねレース作れるんですよね。それでいてもちろんね早い上がりも出せますし、でなんて言ったってモーリスじゃないですか、父が。でこのねモーリスも自身もそうだったんですけどね、3連勝っていうか、ね、どんどんこう格上挑戦してってダービー級を勝って、その後安田記念勝ってっていう流れで、こうどんどんね状態こう上げていくタイプなので、もうここもまあ通過点じゃないですけど、まあ、ぜひね1着で勝っていただけたらと思っております。
マサさんいかがでしょう。そうですね、まあ状態面も良さそうですし、まあ連勝中ってことで、まあお父さんモーリスを彷彿させるような上昇ムードでなので、まあこのコース設定もね、かなりジャック通りには向いているなと思ってて、以前の動画でもちょっと上げさせてもらってるんですけど、まあ前半ゆっくり入って中盤から後半かけてずっと一貫したペース、むしろ加速していくようなラップがこの馬の逃げの特徴なんですけど、まあ、この阪神の 2000m っていうのはまさにそういったラップが踏みやすいコースでもあるので、今回ねこのジャックドール一着固定でぜひ買いたいかなとは思っています。強気ですね。はい、まあ、どうしてもねこの馬買ってエフフォーリアも消せない以上、ちょっと着順固定で攻めるしかないかなと現状では思ってます。ありがとうございます。じゃあ、まあ、2人の、2人ともほぼ同じ意見で、まあ、ジャックドールを上に取るような形でなんとか馬券的に面白さを出していきたいなといった感じですかね。はいはい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではここからは、エフフォーリア、ジャックドール以外でですね、馬券に、組み込んでいく予定の馬について、挙げていきたいと思います。それではカッサさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。ですね、まず5枠10番現在5番人気のヒシグアス、この馬と、6枠の11番、現在10番人気のステラリアの2頭を挙げたいと思います。でまずヒシグアスに関してなんですけど、この馬、ね、前走ももちろん香港カップ2着ということで、まあ、これもタイム差なしで、強かったですし、ね、ずっと連勝してきてるようにこの持久力勝負に向いてるんですよね、この馬。でこのね天皇賞秋5着だったんですけど、これも長期というかね休み明けで、コンマ8秒差ですか、もう全然舞台的にもここ多分合わないところだったと思うんですけど、うん、十分だと思うんで、ここは、まあ、現在5番人気ということで、負けに入れたいなと思ってます。で、続いてステラリアですね。この馬ももうロングスパート合戦だったら、もう絶対に狙わなきゃいけないなっていう馬でね、阪神2000同じ舞台の忘れな草賞ですかね、こちらも上がり最速で、勝ってますし、まあ、ちょっとねエリザベス女王杯は展開等々向いたっていうところはあるんですけど、まあ、実績からもここは10番人気で狙い目なので、馬券に組み込みたいなと思います。はい、ではマサさんお願いします。はい、そうですね。2頭ちょっと上げさせていただきます。はい、現在14番人気ですかね、のスカーフェイスと、うん、現在4番人気の赤い糸。うん、まあ、この2頭推奨させていただきます。まあ、理由としましては、まあ、さっきね、カッサさんおっしゃってたように、まあ、ステラリアのところでちょっとおっしゃってたように、やっぱり、ロングスパート、合戦、うんっていうような、レース質になるのはもうジャックドールが踏むラップからですね、明らかかなと思いますので、まあ、ジャックドールが踏むラップと相性がいい馬というところでちょっとピックアップさせていただいてるんですけど、うん、まあ、長くいい足を使える、差し馬というところで、この2頭ピックアップをしました。赤い糸はね、もう、エリザベス女王杯で、そういったレースに適性が高いことは証明済みですし、前走、馬展開全く合わない中で3着に来たのは、もうやっぱり G1 馬としての、格がしっかりこうついてきたようなね、イメージも、出てきたかなと思いますので、ちょっと4番人気なんで微妙なんですけど、まあ赤い糸しっかり買っていきたいなっていうのと、まあ同じ理由でスカーフェイスですね。ちょっと実績面でかなり劣ってる部分はあるんですけど、まあ岩田ジョッキーいろんな意味で絶好調なので、岩田騎手の手腕にも、期待してですね、14番人気ですけど、まあ、積極的に勝っていきたいなと思っております。はい、それでは、エフフォーリア、ジャックドール以外で、2頭ずつ推奨馬上げさせていただきましたので、ちょっとおさらいをしておきます。
カッサさんが、ヒシイグアスとステラリア。で、私、マサが、赤い糸と、スカーフェイス。ということで2頭ずつ上げさせていただきました。ちょっと天気がね、微妙で。まあ、天気予報を見る限り、まあ、両馬場で行われるんじゃないかという想定でちょっとお届けはしたんですけど、まあ、もしちょっと雨降り始めが早まったりだとか、量が、降る量が多くてですね、重馬場とか、そういったことになったら、ガラッと変えなきゃいけないかなと思っていますので、ちょっと天気がね、わからない状態で撮っているんで、そちらはご了承いただければなと思います。個人的にですね、スカーフェイスに並ぶような穴馬、もう2頭ぐらいちょっと買いたいなと思っているんで、まあそちらはぜひ、直前でツイッターの方に上げていければなと思っていますので、ぜひそちらもご確認いただければと思います。はい、それでは、大阪杯考察、今週もカッサさんありがとうございました。はい、ありがとうございます。G1 続いていきますんで、また、都合が合えば、はい、ぜひ一緒にまた、G1 の考察を行っていきたいなと思いますので、また来週からもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、以上カッサさんをお迎えして、大阪杯の徹底考察を行ってまいりました。ちょっと天気が怪しい部分がありますので、最後までちょっと馬場の様子を見ながらですね、ギリギリまで粘って最終予想の方ツイッターで公開したいなと思っていますので、ぜひツイッターの方もフォローをお願いします。血統データ備忘録 YouTube チャンネル今後も、レース予想にとどまらずですね、レースの予想に役立つ血統データをどんどん積極的に発信してまいりますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録していただきまして、次回の動画でまたお会いできればと思います。それでは G1 大阪杯一緒に楽しんでいきましょう。ありがとうございました。